地口チアンドン、2013年度三島宿地口チアンドンは、静岡県の三島市で、毎年2月の初昼頃に行われる催しで、地元商店街などの共催による。地口とは、ダジャレの一種で、よく知られた言葉や言葉座を発音の似通った語句に置き換え、違った意味に読み替えるなどして楽しむ言葉遊びである。それをアンに書き込み、街灯などに飾る風習を、ジ口チアと呼び、 江戸中期頃から流行した。東京の稲荷神社や浅草電房院通りには今もこの風習があり、それを真似て始めたのが三島宿地口安丼である。2012年で第12回目の開催となる。安丼に書き込む地口は一般に公募を行い、審査で厳選され、地口とそれに合う絵を足に描き、安丼にして商店街などに飾られる。地口安丼と歌ってはいるが、 東京のそれとは違い、三島の安闘に書かれるのは、地口だけではなく、川柳や俳句を書くものもある。こちらには、句と共に、風景や植物等が描かれる。こういった新しい試みを取り入れたことで、現代創作地口とも称されることになった。作品の応募者には、三島市周辺の自治体住民は、もちろんのこと、県外からも作品が寄せられている。なお、 催しの期間中には、新春開運発末アート名打ち、安頓や屋在する神社屋を見て回る企画が行われる。2013年の本催しでは、全国から1277点の応募があり、176点が安頓として展示された。第8回以降は、三島広小路駅近くにある三石神社境内を中心に展示範囲を限定して開催された。 かつては、目抜き通りで展示していたが、2007年に、いたずら、等による被害を受け、警察署に被害届を提出したことがあり、展示範囲を狭めることにするなど、試行錯誤が続いている。なお、この催しで作られた安読は、その年の優秀作を集めて展示したり、他の祭りや催しで再度展示されることがある。ありがとうございます。